試合に先立ちまして、チャンピオン沼っち選手よりチャンピオンベルトの返還です。本日の第2試合、全日本ジュニア選手権試合、20分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者 LLPW165 パウンド、遠藤充希。赤コーナーチャンピオン全日本女子プロレス150パウンド、沼っち。続きまして第2試合、全日本ジュニア選手権シングルマッチ20分一本勝負、チャンピオン沼っち対挑戦者 LLPW 遠藤瑞希の一戦ですけれども、さて斉藤さん、はい、沼っちはこれが3度目の防衛戦になるわけですけれども、もう3度目、はい、変身スタイルが一旦つきましてね、もう今絶好調という感じで、またしても絶好調というんでしょうね、はい、これは明らかに絶好調、しかしこれはあいにくシャベルを奪い取られて面白いこれは、はい、今日の挑戦者の遠藤選手ですけれども、なかなかボーイッシュで精悍なマスクをした選手ですね。きっと、まあ、1年ぐらい経ったら、はい、LLPW の秘密兵器になっちゃうんじゃないですか。とにかく非常に恵まれた選手です。パワーファイターというか、うん、になれるんじゃないかなという気がします。風間さん、いかがでしょうか、この遠藤選手の期待の方。私も今日この試合楽しみにしたいんですけど、初っ端に遠藤がしゃべりとって、って時なんかちょっと今びっくりしたんですけどね。割と、あれなんですよ、外見に似合わずおとなしめなんですよね。そうなんですよ、表に表現できないタイプの子なんですよね。しかし、またもやこのシャベルが、せっぱらに吸い込みました。この選手には筋肉ウーマンになってほしいですね。ボディリフトしたりですね、そういうタイプになってほしい。さあやはりこの辺り、沼っちがインサイドワークでは1枚も2枚も上でしょうかね。キャリアはともに平成3年デビューと同じなんですけどね。ただ全日本女子の選手の方が試合数がものすごく多いですから。そうですね、バカにしておりますから。同じキャリアでも倍ぐらいの試合数になってるんですよね。そうなんですよね。ましてこの沼っち、心臓にも毛が生えてるんじゃないかと思うようなね、そういう、そうですね、相手の持ち主ですから、バカ負けしちゃうんですよね。ヘビー決めながらもこのパフォーマンスです。また試合内容そのものがね、そんなに以前と変わったわけではないのに、みんなの見る目が変わったから、そうなんです、ね、本当に別の人物になっちゃったですよね。はい、本当にプロレスって面白いですよね。何か一つね、吹っ切れるものがありますと、このようにこのキャラクターは最近にない、もう最高のヒット作じゃないですか。やってる本人も十分に楽しんでるという感じがもう、ね、誰が見ても楽しいプロレスを繰り広げておりますので、マッチです。急角度が方々のよく決めておりますけれども、遠藤がもうちょっとね、なんか自信持って動けるとすごいんですけどね。そうなんですよね。でもなんかこの試合でなんか変わってくれそうな気がするんですよね。あ、そうですか。はい。ロープに走っていく時のスピードとかね、背中でこう受ける時とかですね、うん、すごいいいバランスしてますね、遠藤選手。吸収が低いですからね、この選手はね。今日なんかベルトマッチって時、遠藤にしてはすごいチャンスですからね。そうですね、うん、ひょっとしたらデビュー以来一番のビッグマッチかもしれないですね。そうですね、あと団体の枠を超えてね、そういうベルト獲得ということになれば本当に大きな自信になると思われます。でまたうちの中でも同じ時にデビューした選手がいないもんで、はいはいはい、そういう意味でもやっぱりこの試合ちょっと遠藤のやりがいがあるんじゃないでしょうか。なるほど。この辺りのマッチの大胆な攻めに早くも遠藤が姿勢に回っております。大正代一応体重差が10キロということになってるんですけども、その辺のハンデはあまり感じさせませんね、沼っちが。そうですね、はい、遠藤は73キロですから、沼っちが一応64キロということになっておりますけれども、まあ、沼っちも将来的にはね、もっと上の方を狙っていくことになるでしょうから、そして体の大きい選手ではないだけに巨漢対策ということもいずれは、かき回すプロレスという形じゃないですか、遠藤選手はいずれなんか大砲になるって感じがしますからね、はい、
で同じ体重の差がそんなにないのに70何キロですよね。だからそこら中に筋肉が詰まってるって感じですよね。はいはい。遠藤が攻勢に転じようとしております。やられながらも元気いっぱいのマッチ。こういうファイトを前面に押し出すことがね、このクラスの選手には大事なことです。なんとなく今なんか攻めてるのが遠藤なのに、ね、こうなんか気合を出してるのが沼っちですよね。やられてる方に目がいっちゃいますよね。そうですね、全然なんかあんまり遠藤のエネルギーっていうのは感じられないですね。闘志を前面に出してね、戦っていくということを身につけるためにはこの対抗戦というのは絶好の舞台だと思うんですけれども、おとなしい方なんですか、あのこの人は。おとなしいんですよ、遠藤は。なんかこう、これでもっと元気よくやってくれるんですけどね。一番なんか、あの若手の中っていうか、そうですね、あの NLPW の中でもあの体のバランスなんか一番いい方じゃないかと思いますけどね。こういったパワーサッポーもね、体格を生かしてこれから大いに伸びていくと思われる遠藤ですけれども、やはり課題はメンタルな部分でしょうかね。うん、言っても難しいですよね。さあ、初めてではないでしょうか、遠藤が気合をむき出しにして蹴りを入れます。バックフリップとかがあるといいんですけどね。さて、どんな技を見せるのか、まず歯車からアピールして、今度悪くないですね、あんま慌ててないですもんね。今の蹴りなんかもう少し思い切りがあってもいいんじゃないでしょうか。どうでしょう、あの体格ですから。でもあのちょっと前なんかも自分の思ってた動きにならなくても、ね、それなりになんていうのかな、動きを自分で持続させましたからね。一呼吸置いてしまってはいけませんから。足を折りたたんで、体を密着させる。